中村武也とデスパイネ行く。中村選手とデスパイネ選手はコロナ特例にて抹消されました。起きたらおかわり抹消されててたまれたわ。デスパ抹消とか卑怯やぞ。責任持って使えやアホんだら。オールスター出てたけど大丈夫なの？デスパイネもコロナかよ。おかわりオールスター出てたやんけ。えっこれやばない。オールスター全滅やん。何してくれてんねん。セリーグは大丈夫かな？阪神の主力ほとんどいたから感染してたら面白いけど。オールスター終わった中全員終了。デスパイネなんで取ったの？ホークスファンだけど今のフロント全然理解できない。補強も的外れな補強だし。デスパイネ何しに来たんや？デスパイネはオールスター出てないやろ。デスパイネだけはほんの少しむせただけで無理やりコロナ認定されて抹消されてそう。デスパイネこのまま消えそう。デスパイネ対談が最高の補強。背はそんな絡んでないから大丈夫やろ。陽性だったらカノヤ氏は映ってるかも。これじゃオールスター全然出てない楽天大勝利じゃん。いやコロナとは限らんやろ。お前らそろそろ学習しろよ。ホームランダービーひどかったの？そういうことか。横にいた細川とかアウトじゃね。おかわり出てない鈴木4とこで7点取れたんだから平気平気。これを見越してオールスター出なかった村上最低だな。今やコロナなんていつかかしたら出勤しろやぞ。もう騒ぐことじゃない。おかわりずいぶんやつれた顔してんな。年かなと思ったら病気かよ。ご視聴ありがとうございました。